マリラ、ついに決断。そうこうしているうちに馬車はその屋敷に到着した。スペンサー夫人はホワイトサンズ入りへの黄色を基調にした広い家に住んでいた。夫人は玄関まで出てきて出迎えたが、マリラを迎える意外さと歓迎の混じった表情がその優しい顔に現れていた。まあまあ、驚いたので声が大きい。あなたが今日いらっしゃるとは思いもよりませんでしたわ。ともかくいらしてくださって嬉しいですわ。馬は中にどうぞ。あなたも元気？アン。望める限りは元気です。お気遣いありがとう。アンは笑顔が作れずそう言った。枯葉の病に襲われしおれたように見える。馬を休ませる間ちょっと寄らせていただくだけですので、とマリラ。それにマシューには早く帰ると言ってきてありますから。実はミセス・スペンサー、どこかで奇妙な間違いがありましたね。それを確かめるために参りました。私たちがお願いしたことづてでは、マシューと私ですが、奥さんに孤児院から男の子を連れてきていただくようお願いしたんです。奥さんの弟のロバートには、私たちが10か11歳ぐらいの男の子がいるとお伝えするよう申したはずですが。マリラ・カスバート、そんなことが。スペンサー夫人は困った立場に追い込まれた。なんとまあ、ロバートは娘のナンシーをよこして伝えてきたんですのよ。あの子はあなた方が女の子がいると言っておりましたのに。そうよね、フローラ・ジェーン。玄関の石段に現れた娘に話を振った。あの子は確かにそう言ってました、ミス・カスバート。突然矢面に立たされたフローラ・ジェーンは懸命に身を守った。本当にお気の毒ですこと、とスペンサー夫人。ひどすぎますわね。でも確かに私の落ち度じゃございませんのよ、ミス・カスバット。私できることはちゃんといたしましたし、あなた方のご要望に沿ったつもりでおりましたのよ。ナンシーも本当にそそっかしくて、私いつもあの子の不注意を叱ってますの。私たちの落ち度でした、マリラは諦め顔でそう言った。私どもで直接お願いに上がるべきでしたし、重要な要件をあんなふうに口伝えでことづてに任せるべきでもありませんでした。ともかく間違いは起こってしまったし、できることは誤りを正すことだけです。この子を孤児院に送り返せますか？孤児院の方が連れて行ってくださると思うのですが。そうでしょうね。スペンサー夫人は何か考えているようだった。でもこの子を送り返す必要はないと思いますわ。ミセス・ピーター・ブリュエットが昨日ここにおいでになって、手伝いができる小さな女の子を連れてきてくれるよう私のところに使いをよこすんだったって、そう言ってらしたのよ。ピーター夫人のところは大所帯じゃありませんか。お手伝いのなり手がなかなか見つからないんですって。あんならまさにおあつらい向きですわね。まったく神のご意志ですわ。マリラ自身は神の意志がこの件にどれほど関わるのか甚だ疑問の様子だった。ここに予想もしなかった良い機会が訪れ、この歓迎されざる孤児を手放すことができるというのに、マリラは素直に感謝する気持ちになれなかった。マリラはミセス・ピーター・ブリュエットを見かけたことはあった。背の低い意地の悪そうな顔つきで、骨の上に1オンスも余分な肉がついていないような痩せぎすな女という印象だった。だが噂だけは聞き及んでいた。働くのもこき使うのも恐ろしいほど、ミセス・ピーターはよくそう言われていた。ブリュエット家から解放された元女中の子たちからは、夫人の気の短さとケチくささ、それからブリュエット家の生意気で口答えばかりうまい子供たちの恐ろしげな逸話が尾ひれをつけて聞こえてきていた。マリラはそんな夫人の優しい御心に任せてアンを手放すことを思うと、両親に痛みを感じるのだった。それじゃあ上がらせていただいて、その件につき相談いたしましょう、マリラはそう言った。あら、小道をこちらにいらっしゃるのはミセス・ピーターじゃありませんこと。ありがたい巡り合わせですわ。ミセス・スペンサーは大げさに言って、慌ただしく客を玄関から客間へと通した。その部屋に入った途端、みんなひどく寒気を感じた。
部屋の空気はダークグリーンの締め切ったブラインドの目で長いことこされて、当初あった暖かさのかけらも残っていないようだった。本当に運が良いですわ。これでちゃんと揉め事を解決できるんですものね。肘掛け椅子をお使いになって、ミス・カスバート。アン、あなたはそこの長椅子におかけなさい。おとなしくしてるのよ。お帽子を渡してくださいな、フローラ・ジェーン。ケトルをかけてきてちょうだい。ごきげんよう、ミセス・ブリュエット。あなたがたまたまおいでになるなんて、私たちなんて幸先が良いんだろうってお話ししてましたのよ。お二人とも紹介させてくださいな、ミセス・ブリュエット。こちらがミス・カスバートです。ちょっと失礼させていただきますわ。フローラ・ジェーンにオーブンから丸パンを出しておくよう言いつけるのを忘れておりましたので。ブラインドを引き上げると、スペンサー夫人はそそくさと出て行った。アンは長椅子に黙りこくって座ったまま、両手を膝の上でギュッと握りしめて、ブリュエット夫人をまじまじと見つめた。蛇に睨まれたカエルである。この切れそうなほど尖った狐顔で鋭い目つきの人の世話にならなきゃいけないの？アンは喉に大きな塊がこみ上げ、涙腺が苦しくて涙目になりかかっているのを感じた。もうこれ以上涙を押し返せないんじゃないかと不安になった頃、スペンサー夫人が戻ってきた。その顔色はバラ色で、晴れ晴れと喜びに満ちていた。どんな難題だってお任せなさい。体の悩み、心の悩み、宗教上の悩みもすべて即座に察して即座に解決してみせるわ。そんな風に見えた。この女の子のことで間違いがあったらしいんですの、ミセス・ブリュエットとスペンサー夫人。私はミスターとミス・カスバートが小さな女の子を養子に欲しがっていたと聞いていたんですの。私確かにそう言われましたのよ。そうしたら男の子を欲しがっていたということらしいんですの。ですからもし奥様がまだ昨日と同じお気持ちならどうでしょう。この子なら奥様にはちょうどいいのじゃないかしら。ブリュエット夫人が鋭い視線をアンの方に放ち、頭のてっぺんから足の先まで視線の矢を突き刺していった。あんたはいくつで、名前は何だね。有無を言わさぬ口調で言った。アン・シャーリーです。その子はすっかり萎縮して声が震えていた。その名の綴りにおけるいかなる規定条項もあえて申し出る勇気はなかった。年は11歳です。ハン、見かけは大したことなさそうだ。だがあんたは針金みたいに丈夫そうだ。針金みたいなのが結局一番良かったってことになるかわからないがね。さて私が引き取るからには、あんたはいい子でなきゃいけないよ。いい子でぼさっとしてないこと。それと目上には丁寧に。私があんたに求めるのは、自分の生活費分は働くことだ。これは守ってもらうよ。わかりました。この子は引き取ってもいいですよ、ミス・カスバート。うちの赤ん坊はひどくむずかるから、面倒を見てるとすっかりくたびれるんでね。よかったら今すぐこの子を連れて行きます。マリラがアンを振り返ると、固いはずの決心が思わず和らいでしまった。真っ青な顔をして、口も聞けないほど惨めなこの子の様子ときたら、この孤立無援な子供は、せっかく逃げ出せたところをまたしても同じ罠に捕まってしまったのだ。マリラはどうにも落ち着かなかった。もしあんな目で訴えてくる救いの願いを拒絶したなら、死ぬその日に至るまで罪の意識がまとわりつくだろうことは確実だと感じた。しかもマリラはミセス・ブリュエットを気に入っているとは言い難かった。傷つきやすく神経過敏な子をこんな女の手に引き渡すなんて、いや、そんなことをしたら責任の取りようがない。そうですね、どうしましょう。マリラは考え考え言った。マシューも私もこの子を全然引き取るつもりがないとは言っておりませんよ。実を申しますと、マシューはこの子を置きたがっておりまして、今日お邪魔したのはどこで間違いが起こったのか確かめるためなんです。またこの子を連れて帰ってマシューと話し合った方がいいかもしれません。なんであれ兄に相談なしでは決めかねますから。もし私どもでこの子を置かないと決めましたら、明日の晩にこの子を連れて行くなり送るなりいたします。もし連れて行かなかった時には、こ
この子は私どもで預かることになったと承知おきください。これでよろしいですか、ミセス・ブリュエット。よろしくするしかないでしょうよ。ブリュエット夫人はムッとして言った。マリラが話している間、夜明けの日の光が徐々にアンの顔に差し込んできた。はじめのうちは絶望の面持ちが次第に消え去っていった。その後、かすかな希望の光が頬に差し、今や二つの目は濁りなく輝く明けの明星だった。この子はすっかり生まれ変わっていた。しばらくして、ミセス・ブリュエットが借りに来たレシピを探しに、ミセス・スペンサーと部屋を出ていくと、アンはパッと立ち上がり、マリラのもとへ駆け寄った。ああ、ミス・カスバート、グリーン・ゲイブルズに私を置いてくれるかもしれないって本当に言ったの？息もつがずに、それでもささやき声で言った。大きな声だと、この輝かしい未来が砕け散ってしまいそうだから。本当にそう言ったの？それともそう言ったと私が想像しただけ？あんたは自分の想像を抑えることを覚えるべきだと思うよ、アン。本当のこととそうじゃないことの区別がつかないようじゃね。マリラは意地悪く言った。確かに言ったよ。あんたの聞いた通りで、私はそう言ったが、それだけだよ。まだ決まったわけじゃなし。もしかするとミセス・ブリュエットが結局あんたを引き取ることになるかもしれないよ。私よりあの人の方があんたが必要なのは確かだからね。あの人と一緒に住むぐらいなら孤児院に戻った方がマシよ。アンは激しく言った。あの人本当に、ねじ切りみたい。マリラは笑いを押し殺した。こんなことを言うなんて、アンを叱っておかなくては。大人の女性に、しかも知らない人にそんな風な言い方をするなんて、あんたみたいな小さな女の子のすることじゃないよ。恥ずかしいと思いなさい。そう厳しく言った。さ、戻っておとなしく座ってなさい。口は閉じて無駄口を聞かないこと。良い女の子にふさわしくしてるんだよ。努力します。おばさんに言われた通り、何でもするし何にでもなるわ。もし私を置いてくれるなら。アンは従順そうに元の長椅子へと戻った。その晩、二人がグリーンゲイブルズに帰った時、マシューとちょうど小道ですれ違った。マシューが小道をうろうろしているのをマリラはずっと向こうから気がついていたので、何のためにそんなところにいるのかは予想はついていた。マリラには、とりあえずは自分がアンを一緒に連れ帰ったのを見て、マシューが安心した顔をするのは分かっていた。しかし、今回の件に関しては、マシューには何も言わず、二人が外に出て、納屋の裏手の庭で、牛の乳搾りをする時を待った。そこでようやく、アンの経歴と、スペンサー夫人との会見の結果について、簡潔に伝えたのだった。犬コロだってくれてやるか。なんであんなブリュエットばあさんに。マシューはいつになく力を込めて言った。あの人のやり方は私も好きになれないわ。それはマリラも認めた。でもあの人に任せるか、でなけりゃうちであの子を置くかでしょ、マシュー。兄さんはあの子を置きたがってるみたいだから、私もあの子をここに置くことにしますよ。というより、そうしなきゃならないんだね。何度もよく考えてみて、ようやくあの子を家に置くことを受け入れられる気がしたんだけど、ある種の義務といったところだろうか。今まで子供なんか、それも女の子なんか育てたことはないし、とんでもない失敗をするとだろうね。しかし、できるだけのことはするつもりです。私に関する限り、マシュー、あの子を置いてもいいですよ。普段あまり表情豊かとは言えないマシューの顔が、嬉しくて輝いたようだった。うん、そうだな。そんな風に分かってくれると思っていたよ、マリラ。と、マシュー。あの子はなかなか面白い子だよ。あの子は役に立つ子だって言えてればもっと良かったでしょうね。と、マリラが反撃した。それはそうと、あの子がそうなるようにしつけるのは私の役目にしますからね。覚えておいてくださいよ、マシュー。私のやり方に干渉しないこと。多分年取った未婚の女は子供のしつけについてよく知ってるとは言えないだろうけど、年取った独身の男よりまだしも分かっていると思うからね。だから兄さんは
ただ私にあの子の世話を任せておけばいいんです。私が失敗したらその時は兄さんが口を出す番でしょう。そうだよそうだよマリラ、自分の好きなようにやっていいさ。マシューは安心させるつもりで言った。甘やかさない程度に優しく親切にしてくれればそれでいいよ。あの子がお前を好きになればあとは何とでもなる子じゃないかと思うよ。マリラは鼻で笑って、女性に関するマシューの意見など何であれ聞く耳持たぬことを知らしめてからバケツを持って生乳室に歩き去った。今夜はあの子にここにいられることは話さないでおこう。クリーム分離機に牛乳をこし入れながら今までのことを振り返ってそう考えた。舞い上がってしまってきっと一睡もできないだろうからね。マリラ・カスバート、あんたもう逃げようがないよ。孤児の女の子を養子にする日が来るなんて思ったことがあるかね。それだけでも十分驚いたよ。しかしマシューがきっかけになったってことの方がよっぽど驚いたね。いつも小さな女の子を死ぬほど怖がっていたあの兄さんがね。とにかく私たちはやったことのないことに踏み込むことに決めたんだから、あとは何が起こるか神様だけがご存知だよ。これがアンのお祈り。その夜マリラがアンを2階のベッドに追いやると厳しい顔で言った。さてアン、あんたは夕べ服を着替えた時床に脱ぎ散らかしていたね。とてもだらしない習慣だよ。そんなことはもう許さないからね。どんな服でも脱いだらすぐにきちんと畳んで椅子の上に置いときなさい。きちんとしてない子なんか私はいらないからね。夕べは頭の中がぐちゃぐちゃだったから服のことなんか全然考えられなかったのよ、とアン。今夜はちゃんと畳むわ。孤児院じゃいつも畳まされてたの。でも畳むのをよく忘れたわ。さっさとベッドに入っておとなしく静かにしていなきゃいけなかったし、それからいろんなことを想像もしなきゃいけなかったのよ。もう少し物覚えが良くなる必要があるよ、もしここにいるつもりがあるならね、とマリラは脅かした。そうだね、良くなったみたいだ。お祈りしてそれからベッドに入るんだよ。私お祈りしないことにしているの。アンはその見識を披露してみせた。マリラはショックを受け目を丸くした。なんだってアン、どういうことだい。お祈りするよう教わらなかったのかい。神様はいつでも子供たちがお祈りするのをお望みなんだよ。神とは何か知らないのかい、アン。神は聖霊、無限、不滅にして不変である。その本質は知恵、力、生成、正義、徳にして真理である。アンは即座にペラペラと応召した。マリラはいくらか安心したようだった。少しは知ってるんだね。やれやれ、あんたは全くの異教徒というほどじゃないよ。それはどこで習ったんだい？どこでって、孤児院の日曜学校でよ。教理問答書を全部暗記させられたのよ。結構気に入ってたわ。無限、不滅にして不変である、なんて、なんかすごいわ。威厳があるでしょ？和音の響きよ。大きなオルガンを弾いているみたいよね。詩とは言えないと思うけど、詩みたいに響くものよね。今は詩の話をしてるんじゃないよ、アン。あんたのお祈りのことを話しているんだよ。毎晩お祈りしないなんていけないことだってわからないのかい？あんたはとても悪い子みたいだね。おばさんがもし赤い髪だったら、良い子じゃなく悪い子でいる方が楽だってわかるわよ。アンは不満そうだ。赤い髪じゃない人たちにはどんなに大変かわからないんだわ。トマスのおばさんが私に言ったことがあるけど、神様は私の髪をわざと赤くしたんだって。だからもう神様なんか気にしないことにしたの。とにかくいつでも夜は疲れてたからお祈りするなんてどうでもよくなっていたのよ。双子を何組も面倒を見なきゃならない人にはお祈りすることなんか期待できないのよ。ねえおばさん、建前じゃなく期待できると思う？マリラはアンの宗教上のしつけを早速始めることにした。
これはもうぐずぐずしている暇はない。私の家にいるからにはあんたにはお祈りしてもらうよ、アン。そりゃもちろんするわ。もしおばさんがしてほしいと言うなら。アンは機嫌よく同意した。おばさんの言うことだったら何でもするわよ。でも初めてなんだから、今回は何て言うのか教えてね。ベッドに入った後で、これから毎日言う時のために立派な本当のお祈りを想像するから。お祈りを考えるのも面白いかもね。なるほど、悪くないわ。ひざまずいて、そう言ったが、思わぬ展開にマリラはどうしていいやら困っていた。アンはマリラの足元にひざまずくと、真面目な顔で見上げた。お祈りするとき、どうしてひざまずかなきゃいけないの？もし私が本当にお祈りするとすれば、どうするか教えてあげる。家の中じゃなく、すごく広い野原の真ん中か、深い深い森の中まで行って一人きりになるの。そして空を見上げるの。高く高く高く、果てしなく青く見える美しい青空を見上げるのよ。そうすればお祈りを感じられるわ。さあ、準備できてるわ。なんて言えばいいの？マリラはまたまた困ってしまった。マリラはアンに子供向けの祈りの古典である今私は身を横たえて眠りにつきますを教えるつもりだった。しかしすでに言ったように、マリラはたまにはユーモアを介する心を持っていた。それは物事に適応する感覚の別名でもあるのだ。こんな素朴で短いお祈りはこの子には全く似合わないと突然悟った。白い子供用のローブをまとい、母の膝に向かってひざまずきながら、たどたどしくお祈りする幼児期には向いていても、このそばかすだらけの魔女、神の愛を知らず気に留めようともしない子には全く不釣り合いだった。人の愛に囲まれた生活を通して神の愛がこの子の中に根付いたことなどないのだから。あんたはもう大きいんだから自分でお祈りしてごらん。迷った挙句にそう言った。神様が祝福を与えてくださったことを感謝して、あんたの望みを謙虚に申し上げるんだよ。うん、できるだけやってみる。アンは頼もしげに言うと、顔をマリラの膝に当てた。慈悲深い天の父よ。牧師さんが礼拝でそんな風に言うから、自分のお祈りでも使っていいでしょ。頭を少しの間だけ上げて、お祈りに割り込んだ。慈悲深い天の父よ。胸打つ白き道と輝く水面の湖とボニーと雪女神を与えてくださって感謝いたします。本当に最高に感謝いたします。とりあえず今思いつく感謝すべき祝福は以上です。望みの件につきましてはたくさんあるので、全部言うと時間がかかりすぎますから、二つ申し上げるだけにします。どうかグリーンゲイブルズにいられますように。それとどうか大きくなったら美人になれますように。ケーグ、慎んでここに。アンシャーリー。どう？うまくできたでしょ？アンは立ち上がると張り切って尋ねた。もっと華麗なスタイルにできたかもね。もうちょっと文章を練る時間があればよかったんだけど。哀れマリラ、かくも突飛な祈願の席を覆うべきは神への不敬さではなく、単なる宗教的な無知に過ぎないことを思い出すことで、マリラはかろうじて完全な挫折から救われたのであった。マリラは九段の子に布団をかけてやりながら心に誓うのだった。明日までには何としてもこの子に一つでもお祈りを覚えさせなければ。マリラが食材を片手に部屋を出ようとすると、アンがマリラを呼び戻した。今気がついたわ。アーメンと言わなくちゃいけなかったのよね。慎んでここにのところは、そうじゃない？そう牧師さんが言っていたものを忘れてたわ。でもお祈りを終わらせなきゃいけなかったし、だからあんな風に言ったの。重要な差になると思う？そうでもないと思うよ、とマリラ。さあ、いい子にして寝なさい。ゆっくりお休み。今夜は晴れ晴れした気持ちでゆっくり休めるわ。お休み。そう言うと、アンは満足げに枕の間で丸くなった。マリラは台所に撤退すると、食材をテーブルにドンと置いて、
マシューをじろっとにらみつけた。マシュー・カスバート、誰かがあの子を引き取って必要なことを教え込む時期だったのよ。あの子は完全な異教徒と紙一重しか違わないよ。信じられる？今日のこの晩まで生まれてから一言もお祈りを言ったことがないのよ。明日牧師館に行かせて夜明けシリーズを借りることにするわ。そうするわ、まったく。それにあの子の背に合う服が出来上がったら日曜学校にも行かせなきゃ。手に余るぐらい忙しくなるのが目に見えるようだ。やれやれ、自分たちの分の悩みを引き受けないではこの世は渡っていけないもんなんだね。今まではとても気楽な生活だったけど、とうとう私の番が来たってわけだ。せいぜい頑張ることにしましょうよ。アンのしつけ開始。誰にも理由は話さなかったが、マリラはグリーンゲイブルズにいることになったとは翌日の午後になるまでアンに伝えなかった。午前中はアンにいろんな仕事をさせてみて、仕事をこなす様子を厳しい目でチェックするのだった。昼頃にはおおむね結論に達していた。この子は要領がいいし、素直で働くのを嫌がらない。仕事の飲み込みも早いね。ただ一番重大な欠点は何かと空想にはまる癖があることのようだ。一つ仕事を始めるとそのうちに空想が始まって何もかも忘れてしまう。私が叱るか大失敗するといきなり現実に呼び戻されるんだ。昼食の皿を洗い終わるとアンは不意にマリラの前に立ちはだかった。最悪の事態であっても受け入れようとの悲壮感漂う決意をみなぎらせて、その痩せた華奢な体は頭のてっぺんから足の先までガタガタと震えていた。頬を紅潮させ、両目の虹彩が大きく開いて異様に黒さが目立った。両手を固く組み合わせると泣きそうな声でこう切り出した。ねえお願い、カスバートさん、私を送り返すのか送り返さないのか教えてくれない？午前中はずっと我慢してたけど、教えてもらえないなんてもう耐えられそうにないの。すごく嫌な気分なのよ。お願い教えて。綺麗なお湯でその布巾をすすいでないよ、そう言っただろ？とマリラは動じなかった。さっさとすすいできなさい、質問するのはその後だよ、アン。アンはすごすご戻って布巾に注力することにした。それが終わってアンがまたマリラの元へ戻ってくると、マリラの顔を泣きそうな目でじっと見つめた。そうだね、とマリラ。これ以上説明を遅らせる言い訳も思いつかなかった。もう言ってもいいかもしれないね。マシューと私はあんたを預かることに決めたよ。もしあんたがいい子でいるように努めること、それに感謝の念を示すこと、そうしたらの話だよ。まあこの子はどうしたって言うんだい？涙が止まらないの。とアン、自分でも予想外だったらしい。どうしちゃったのかな、嬉しくて嬉しくてしょうがないのに。違った、嬉しいじゃ全然ぴったりこないわ。胸打つ白き道もさくらんぼの花も嬉しかったけど、でもこれは、ああ嬉しいなんてはるかに超えてる。私とっても幸せなんだ。私頑張ってとってもいい子になります。険しい坂道を登るような難しい務めになりそうだけど、だってトマスのおばさんがよく言ってたもの、なんて悪い子なんだい、救いようがないねって。それでも全力を尽くすわ。でもどうして涙が止まらないのかな。多分興奮して舞い上がってるからだろうよ。マリラはまたかとあまり良い顔をしていなかった。そっちの椅子に座って落ち着きなさい。あんたはすぐ泣く、すぐ笑う。大丈夫かね？とにかく、あんたはここにいても良くなったし、私たちはあんたに十分なことをしてやるつもりだよ。学校にも行くんだからね。まあ、夏休みまで2週間しかないから、9月にまた学校が始まるまで行ってもしょうがないね。おばさんのことは何て呼ぶの？アンが言った。いつもミス・カスバートって言うことになるの？マリラおばさんって呼んでもいい？いや、私のことはただマリラと呼ぶんだよ。ミス・カスバートなんて呼ばれ慣れないし、なんだか落ち着かないよ。
ただマリラと呼ぶんじゃすごく失礼に聞こえるわ。アンが異議を申し立てた。どこも失礼じゃないだろう。丁寧に言うように気をつければいいのさ。老いも若きもアボンリーじゃ牧師さん以外はみんな私をマリラと呼ぶんだよ。牧師さんはミス・カスバートというね。気がついた時は私どうしてもマリラおばさんと呼びたいな。いかにも物欲しげなアンである。私にはおばさんとか親戚なんか誰もいなかったのよ。おばあさんだっていなかったし。だからそう呼べば本当の家族みたいに感じるわ。マリラおばさんって呼んじゃダメ？ダメだね。私はあんたのおばさんじゃないし、ふさわしくない呼び方をするのはあるべき姿じゃないと思うね。でもみんなでおばさんだと想像すればいいじゃない？私にはできないね。マリラは怖い顔で言った。本当とは別な風に想像しようとしないの？アンは目を丸くした。しないよ。嘘。アンは大きく息をつくと言った。だって、おば、マリラ、なんてもったいない。本当と違うことを想像するなんて正しいことじゃないと思うよ。マリラは向きになって言い返した。神が私たちをある事情に置かれるのは、それを想像でなくしてしまうことを望まれているからじゃないよ。それで思い出した。今に行ってきなさい、アン。足の汚れを落としてハエを入れないように気をつけるんだよ。炉棚の上に置いてある絵付きのカードを持ってくるんだよ。午後の空いてる時間を使っていいから、そこに書いてある主の祈りを空で言えるようになるまで覚えなさい。夕べ聞いたみたいなお祈りはもうごめんだよ。私も夕べのは格好悪かったと思うけど。アンは昨日の自分を弁護した。でも分かってるじゃない、全然練習してなかったのよ。初めからうまくお祈りできるなんて期待できないと思う。そうでしょ。ベッドに入ってから素晴らしいお祈りを思いついたの。昨夜約束した通りよ。牧師さんのお祈りと同じくらい長くてとっても詩的だったわ。でも信じてもらえる？朝目が覚めたら一言も思い出せないの。あんなにいいお祈り二度と思いつかないんじゃないかな。どういうわけか何事もあんまり良くならないのよね、二度目に考えつくと。そんな風に気づいたことある？あんたが気づくべきことはこういうことだよ、アン。私があんたに何かしてほしいと言ったときはすぐに言うことを聞くってことで、ボケッと突っ立って話し込むことじゃないよ。私が言った通りさっさと行きなさい。アンは直ちに行動を開始し、玄関を通って今に出発した。だが戻っては来なかった。10分待ってからマリラは編み物を置いてアンを追って進撃していった。すでに表情が怖い。マリラが見つけてみると、アンは2つの窓の間にかけてある1枚の絵の前でじっと立ち尽くしていた。両手を後ろに組み、顔を持ち上げて夢見る瞳は星の輝きだった。白と緑の木漏れ日がリンゴの木々と窓の外の絡まったツタを通して差し込み、うっとりしたその小さな姿の上に降り注いで、半ばこの世ならぬ輝きを放っていた。アン、何をぼんやり考えているんだい？マリラの言葉が突き刺さった。アンはびっくりしてこの世に戻ってきた。これよ。壁にかけられた絵を指していった。鮮やかな多色石版刷りの絵は、幼子を祝福するキリストと題されていた。想像してたのよ。私もこの中の一人で、青い服の小さな女の子で隅っこに離れて立ってるの。私みたいに誰とも関係ないみたい。一人ぽっちで寂しそう。そう思わない？本当のお父さんもお母さんもいないんじゃないかな。それでも自分も祝福してもらいたいのよ。だからちょっと怖いけど少しずつそっと近寄ってみんなの周りまで行ってみるの。誰も自分に気がつきませんように、あの方だけは気がつきますように。私この子の気持ちがすっかりわかるわ。胸がドキドキして手が冷たくなってるのよ。ここにいていいか聞いた時私もそうだったもの。この子は怖いのよ。
あの方が気がついてくれないんじゃないかって。でもあの方は気づいてくださってるわよね。どんな風になるのかずっと想像してたのよ。ちょっとずつ、もう少し、そしてあの方のすぐそばまで近づくの。するとあの方はこの子の方を向いて、その手を頭に置いて、ああ嬉しくて体中震えてしまうのよ。でもこの絵を描いた絵描きさんは、あの方をこんなに悲しそうに描かなければよかったのに。あの方の絵ってみんなそうよ。気がついてみると。私はあの方がこんなに悲しそうじゃないと思うわ。でなきゃきっとこの子たちはあの方を怖がってたはずだもの。アンとマリラ。なぜ私はもっと前に話に割り込まなかったんだろう。そんな風に言っちゃダメじゃないか。不敬だよ。全く不敬だよ。驚いてアンの目が丸くなった。え?私これ以上ないくらい敬虔な気持ちだったのよ。不敬なつもりなんかなかったわ。まあ、あんたがそんなつもりで言ったとは思わないけど、でも正しくないように聞こえるんだよ。こういうことをそんな慣れ慣れしく話すなんて。それからもう一つ、アン。私があんたに何かをすぐ持ってくるように言いつけといたんだから、絵の前で突っ立ってぼんやり考え事をしたり想像したりはよしとくれ。それは覚えとくんだよ。そのカードを持ってキッチンに来なさい。さあそこの隅に座ってお祈りを暗記して。アンは水差しにあふれるほど生けられたリンゴの花にカードを立てかけた。リンゴの花は食卓を飾るために持ち込んだのだった。マリラはなんだいそれはという目だったが、これと言って何も言わなかった。両手で顎を支えて暗記に取り掛かり、初めの数分の間は熱心で静かだった。このお祈り好きだわ。満を持してアンが言った。美しいもの。前にも聞いたことがあるわ。孤児院の院長さんが日曜学校のお祈りで何度か繰り返してたのを覚えてるわ。でもその時は好きになれなかったの。ガラガラ声だったし、お葬式みたいにお祈りするんだもの。しょうがないからお祈りしてますって考えてるのがはっきり分かっちゃうのよ。これは詩じゃないけど、詩を読んだ時みたいに感じるわ。天にまします我らが父よ、願わくば皆が崇められますように。音楽の一節みたい。ねえ、このお祈りを覚えなさいって言ってくれてとっても嬉しいわ、おばマリラ。じゃあ暗記を続けて口を閉じるんだね。マリラは不愛想だ。アンはリンゴの花を生けた花瓶を傾けて、ピンクのくぼんだつぼみに軽くキスすると、またしばらくの間、勤勉に勉強を続けた。マリラ、しばらくしてアンが質問した。私、アボンディで本当の心の友ができるかな?え?何の友だって?心の友。親しき友達よ。本当に同じ波長の人で、この子なら心の底まで打ち明けられるって子。そんな子に会えればいいなって、生まれてからずっと夢見てきたの。本当に心の友ができるなんて思ってなかったけど、素敵な夢がいくつもいっぺんに叶ったんだもの。これも叶うかもしれないわ。叶いそうだと思う?ダイアナ・バリーが向こうの果樹園坂にいるね。あの子はあんたと同い年ぐらいだよ。とてもいい娘だから、家に戻ってきたらあんたの遊び友達になるかもしれないね。今はカーモディのおばさんの家にいるがね。友達になるにしても行儀よくするように気をつけないといけないよ。バリー夫人はとてもやかましやなんだよ。礼儀作法がしっかりしていい子じゃないとダイアナと遊ばせてもらえないだろうね。アンはリンゴの花越しにマリラを見つめた。興味津々で瞳を輝かせていた。ダイアナってどんな感じの子?髪は赤じゃないでしょうね。ああ、そうじゃないことを祈るわ。自分の髪が赤いだけでも十分ひどいのに、心の友までそうだなんて絶対耐えられない。ダイアナはとても可愛い子だよ。目と髪は黒で、ほっぺはバラ色だね。それにいい子で物覚えがいいよ。これは可愛いよりずっと大事なことさ。
マリラは不思議の国の公爵夫人のように教訓好きで、しつけ途中の子供に言い聞かせる言葉には必ず教訓を付け加えるべきであると固く信じていた。一方のアンはそのありがたい教訓をポイと払いのけて、その前に述べられた楽しい可能性だけ目ざとく捕まえていた。そう、可愛い子で嬉しいな。自分が綺麗なことの次にいいのは、私はそんなの不可能だもの、綺麗な心の友がいることよ。トマスのおばさんのところにいた時だけど、今にガラス扉の本棚があったの。本は入っていなくて、トマスのおばさんは一番いい瀬戸物と砂糖漬けを置くのに使ってたの。砂糖漬けがあった場合はだけど、扉の一枚は壊れてたわ。トマスのおじさんがある晩ちょっと酔っ払って割っちゃったのよ。でももう一枚はちゃんと残ってたから、そこに映った私は実は私じゃなくて本棚の中に住んでる女の子だって考えることにしてたの。その子の名前はケイティ・モーリス。私たちはとても仲良しだったわ。何時間も話すことも珍しくなかったわ。特に日曜日はそう。あの子には何でも打ち明けたの。私の人生でケイティだけが私を楽しませてくれたし、慰めてもくれたのよ。あの頃は魔法ごっこでよく遊んだわね。この本棚は魔法にかけられていて、呪文さえわかれば扉を開けてケイティ・モーリスの住んでいる部屋に入っていける。トマスおばさんの砂糖漬けと瀬戸物の棚じゃなくてね。そうするとケイティ・モーリスが私の手を取って夢のような場所に連れて行ってくれるの。お花畑とお日様とフェアリーの世界なんだわ。私たちはそれからずっとそこで幸せに暮らすのよ。ハモンドのおばさんの家に住むことになった時はケイティ・モーリスと別れなくちゃいけなくて胸が張り裂けそうだった。あの子もとっても辛そうだったわ。あの子のことはよくわかってるの。だって書棚の扉越しにお別れのキスをしてくれた時、あの子は泣いてたもの。ハモンドのおばさんの家には本棚なんかなかったわ。でも家から川を上がってすぐのところに草が茂った小さな細長い谷があって、そこに素敵な小玉が住んでいたのよ。私が何か言うと何でもそのまま響くのよ。そんなに大きな声でなくてもちゃんとね。それでその小玉はバイオレッタという女の子で、私たちは大の仲良し。ケイティ・モーリスと同じくらいこの子も好きなんだと想像したの。全く同じじゃなく、大体同じくらいだけどね。孤児院に行く前の晩にバイオレッタにお別れを言いに行ったんだけど、ああ、聞こえてきたあの子のさよならはとっても寂しい、寂しい声だった。あんまりあの子が忘れられなかったから、孤児院で心の友を想像する気になれなかったわ。もし孤児院に想像の広がりがあったとしてもね。そんな広がりなくて結構だったと思うね。マリラが冷たく言った。そういう振る舞いは良いことじゃないよ。あんた自分がした想像を半分信じかかってるみたいじゃないか。現実の生きた友達を持って、そんなバカバカしいことは頭の中から追い出した方がいいね。それにバリー夫人にはあんたの言ってたケイティ・モーリスとかバイオレッタとかの話は聞かせるんじゃないよ。そんなことしたらきっとあんたが作り話をする悪い子だと思うからね。そりゃもちろん言ったりしないわ。みんなに話してるわけじゃないもの。あの二人の思い出はとても神聖だから誰にでも聞かせられるものじゃないわ。でもマリラにはあの子たちのことを聞いておいてほしかったのよ。あ、見て、大きなミツバチがリンゴの花から慌てて出てきたわ。こんな可愛いところに住めるなんて。リンゴの花の家よ。ちょっと素敵よね。風が揺らしてくれる花の中で眠るのよ。もし人間の女の子じゃなかったら、私ミツバチになって花畑の中で暮らしたいな。昨日はカモメになりたいって言ってたじゃない。マリラが鼻で笑った。あんたは気まぐれなんだね。そのお祈りを覚えて喋らないように言ったろ。どうも話を聞いてくれる人がいると喋らないではいられないらしいね。部屋に行ってそこで覚えなさい。
もうだいたい全部覚えちゃったわ。あと最後の行だけよ。さあ、つべこべ言わないの。言った通りにしなさい。部屋に上がってお祈りを全部覚えても、夕食の手伝いで呼ぶまでそこでじっとしてるんだよ。このリンゴの花を話し相手に連れてっていい？アンが泣きついた。ダメだよ。花であんたの部屋を散らかさないどくれ。だいたい木に咲いたままにしておくべきだったんだよ。私もちょっとそう思ったわ、とアン。なんだか花を摘んだら寿命を縮めるんじゃないかって感じがして。私、リンゴの木だったら摘まれたくないと思うわ。でも誘惑の力が強すぎて抵抗できなかったのよ。抵抗できないほどの誘惑と出会ったらどうすればいいと思う？アン、私が部屋に行けって言ったのは聞いただろう？アンはため息をついて東の切妻に避難し、窓のそばに椅子を寄せてそこに座った。終わった。これでお祈りは覚えたわ。最後の分も階段を上る途中で覚えたし。さーて、何か想像で取り出してこの部屋に置いてみよっと。ずっと想像し続けられるものがいいな。床には白いベルベットのカーペットを敷いてと。全体にピンクのバラ模様のカーペットね。ピンクのシルクのカーテンを窓にかけよう。壁にかけるのは金と銀の綾織のタペストリー。家具はマホガニー材だわ。マホガニーはまだ見たことないけど、すっごく高級感があるもの。ここにはネイスを一つ。豪華なシルクのクッションをたくさん重ねよう。ピンク、ブルー、クリムゾン、それからゴールド。私はその上に優雅に横になるのね。姿見できるとっても大きな鏡をこっちの壁に吊るすわ。我は誇り高く権威のあること、女王のごとし。白いレースのガウンを身にまとい、胸には真珠の十字架、髪には真珠の髪飾り。我が黒髪は真夜中の暗闇のごとく、肌は透き通った象牙の白。我が名はコーデリア・フィッツジェラルド姫なり。ダメ、そんな感じじゃない。こんなの本当だなんて思えない。踊るように小さな鏡に近寄ってしげしげと覗き込んだ。尖り気味のそばかすの顔と真面目腐った灰色の瞳が自分を見返していた。あんたはただのグリーンゲイブルズのアンよ、と大真面目に言った。やっぱり私にはあなたが見えちゃうわ。そちらから今私を見てるみたいに。どんなに自分がコーデリア姫だと想像してみてもね。でもグリーンゲイブルズのアンでいるのはどこの誰でもないアンより100万倍もいいわよ。そうじゃない？前にかがんで鏡に映った自分に愛を込めてキスすると、開いた窓に向かって歩みを進めた。雪女神さん、素敵な午後ね。窪地のカバノキさんもこんにちは、よろしくね。丘の上の灰色屋敷さん、ダイアナは私の心の友になるのかな。そうなれるって願ってるわ。そしたらあなたを心の底から好きになるわ。でもケイティ・モーリスとバイオレッタも決して忘れない。忘れたりしたら二人とも傷つくだろうし、誰の心も傷つけたくはないわ。それがただの本棚の女の子や小玉の女の子でもね。忘れないように気をつけて、毎日二人にキスを送らなくっちゃ。アンはサクランボの花の向こうに指先から一組のキスを空に投げた。そうして顎を両手の上に乗せたまま空想の海へと気ままに漂っていった。不思議猫招き堂。